X フラッグさん、俺のこと忘れてません？ね。忘れてると思うんですよね、多分ね。はい。今この動画を撮ってるのが7月8日金曜日なんですけれども、まあ明日、明後日ね、X ラグパーク2022がオフライン開催されるということで、まあおめでとうございますなんですけど、まあその手放しで喜べるようなことでもなくてですね、まあその、X ラグさんから演者としてのオファーが、このボタンの近く、ザ初期チャンネルに来てないっていうことなんですよね。ん、これおかしいなことですよね。ちょっとね、ちょっと笑っちゃうレベルなんですけど。はい。まあ、その、今ね、最も熱いモンスト YouTuber ランキングで、堂々の1位を飾った、まあ、ボタン持ち角ユーザー初期チャンネルなんですけれども。はい。まあ、このランキングは俺が作ったランキングなんですけど。まあ、そういうチャンネルをなぜか、こうね、X ラグパークのイベントに出さない、出させないっていうのは、ちょっとね、なんでなんだろうなって思って、ちょっと動画撮ってます。はい。まあ、多分俺が思うに、その X フラッグの中の、まあ、その演者さんとかを決めるチームの、まあ、なんかしらのこう手違いだと思うんですけどね。はい。で、俺の、まあ、このボタンも近くユーザー初期チャンネルに、まあ、連絡が来なかったってことだと思うんですけれども。いや、ちょっとね、残念というかね、なんでだろうなと思ってますね。はい。で、まあ、その、なんだろう。イベントごとに関しても結構いい人材だと思うんですよ。はい。別にそんな顔面もね、そんなね、崩壊してるわけじゃないし、まあ、身長も183ぐらいあるしね。はい。まあ、その画面映えみたいのはすると思うんですよね、ある程度ね。はい。ですし、まあ、トーク力もある程度あって、まあ、ボケ、ツッコミ、両方ともできるっていうところから、まあ、その一部界隈では、モンスト YouTuber 界のルナ。はい。っていう風に呼ばれてるんですよね。はい。めちゃくちゃ汎用性が高いみたいなね、感じで呼ばれてるんですけれどもね。なんでだろうなと思ってますね。で、別にその、なんかそのね、モンストというか、X ラッグさんのそのね、演者を決めるチームの方々にこう、物申したいみたいな、ことでは一切ないんですけれども。はい。まあ、ね、次だから公式イベントがあるのは多分、あれですね、大きなイベントがあるのは、周年ですよね。はい。もうその周年イベントだと思うので、まあ、10月の頭か、はい、になると思うんですけど、多分その時はね、お声掛けいただけると思うので、まあ、その時はよろしくお願いしますっていうことですね。はい。いや、でもちょっとね、残念ですよね、やっぱり。はい。X ラグパーク2022がこう、オフライン開催されるってなってから、その、まあ、友達とね、予定とか組むときね、飯とか、遊びに行くときとか予定立てるじゃないですか。はい。まあ、そういうときも、ちょっと、申し訳ないんだけど、と。7月9日10日はちょっと X ラグパークの、演者の仕事が入るから、ちょっとそこだけはちょっと、飯とか行けないんだよね、とか言ってたんですけどね。はい。もうその友達と合わせる顔はないですよね。まあ、どうしてくれるんだっていう話なんですけれども。はい。まあまあまあ、そんな長く喋ってもね、あれなんで、まあちょっともうここら辺で終わらせていただきますけれども。まあ多分ね、次呼ばれるのは、周年イベントだと思うので、その時はよろしくお願いしますっていうことと、やっぱりその、ちょっと、なんだろうな、今こう、ノリに乗ってる、まあモンスト YouTuber、ボタンも近く、ユーザー初期チャンネルを、ちょっとそのフラパとかに呼ばないのはちょっと、握手かなと。いうふうには思いますかね。ちょっとね。まあまあまあ。まあ多分連絡、本当に全然握手というか、まあ、しょうがないことだと思うんですよね。誰にでもミスはありますし、っていうことで、別にそのミスをどうこうっていうよりかは、まあまあ、呼べなかったよねっていう話ですよね。っていう感じです。で、あとまあ、ね、もうこれ前日に撮ってるんですけど、全然今から連絡いただいても、行きますよ、幕張。まあ、例えばその設備、なんかね、会場のセッティングする上で、ちょっと人手が足りないなっていう時、はい、幕張から連絡いただければ行きますし。で、まあ、最近ちょっと暑いですからね、なんかちょっと演者さんの中で、体調不良でちょっと出れないよっていう人がいたら、まあ、代打で行きますし。はい、っていう面ではもうずっとそこら辺にスマホ置いてあるので、はい、まあ、ぜひ連絡していただければなというふうに思います。はい、ということですよね。なんかね、まあ、昨日のその7月7日、はい、フラパンまとめ配信みたいなのがあったと思うんですけど、まあ、そこら辺でなんか、その配信でね、まあ、なんか、大々的に、ボタモチ各ユーザー初期チャンネル、出演決定みたいな、サプライズ発表があるのかなと思ったんですけど、なかなかなくてですね。うん。では、まあ、もしかしたら、
で、今7月8日金曜日に撮ってるんですけど、もしかしたら19時とかに、モンストアプリでね、号外っつってこう、ボタン持ちかっこユーザー初期チャンネル、フラパ出演決定みたいなのが出るのかもしれないですけどね。はい。まあ、そんなわけないですよね。うん。まあ、なので、まあまあ、何が言いたいかっていうと、全然待ってます。はい。9日10日は開けてる、ある、まあ、9日10日は開けてあるんで、1日ね。はい。なので全然待ってますっていう話です。で、あと、まあ、周年イベントではよろしくお願いしますということですね。はい、ということで、ちょっと長々と喋ってしまいましたが、まあそういうことでしたよ。